シンガポールのインターネットメディアアジアワンが日本の航空会社スタッフが行う手荷物作業に関する記事を掲載しました。日本人スタッフは他国のスタッフと比べてどんな違いがあるのでしょうか。海外から寄せられたコメントと合わせてご紹介します。空港での手荷物作業の評判が悪い。飛行機に荷物を積み込む際に荷物を盗んで捕まったスタッフもいれば、荷物を下ろす際にスーツケースを手荒に扱っているところを目撃されたスタッフもいる。スーツケースは投げるものだからと気にしない乗客もいれば、荷物の扱い方にこだわる乗客もいる。しかし日本の航空会社アナに搭乗した乗客はおそらく何も心配することはないだろう。 Facebook ユーザーである日本語わからないは、先週木曜日に中部国際空港に到着した飛行機から荷物を下ろすアナの地上スタッフたちを撮影したビデオを投稿した。日本の空港で撮影したこのビデオは、日本人が私たちのスーツケースを実際にどのように扱うかを映し出している。正直彼らは自分たちが扱うよりも丁寧に扱っていると彼は書いている。この3分間のビデオの中で、アナの地上スタッフは乗客のスーツケースを静かに細心の注意を払って置いている。手荒く取り扱う様子は全くなく、ベルトコンベアの前にいるスタッフは流れてくる手荷物を別のスタッフに手渡し、そして次のスタッフがトラックに積み込んでいく。このビデオは投稿された後、すぐ SNS 上で話題となり、数日で180万回以上視聴され、4万1000回もシェアされた。世界の人々は敬意を持って荷物を取り扱い、自分たちの仕事に誇りを持ち、誰もが見習うべき善良さと顧客への配慮を怠らないサービスを提供するアナスタッフたちを称賛した。我々アジアワンの取材に対し、アナの広報担当者は次のように答えた。私たちの努力が評価されたことに感激しています。アナでは旅行プランの選択から機内サービス、最終目的地までお荷物をスムーズにお届けするといった、ご旅行のあらゆる段階においてお客様にご満足いただけることを第一に考えています。 Facebook ユーザーたちがアナのサービスについてコメントを投稿している。アナのサービスはシンガポールの航空会社と同じか、いや少し上。これが私が日本と日本の人々を愛しているところだ。彼らは正直で、自分のやっていることに真摯に向き合っている。きちんとやるのは誰かが監視しているからではない。どんな時でも正しくやるのだ。そして彼らはどんなことにも敬意と優しさを持って接する。日本人の仕事ぶりは他の誰にも負けません。彼らは自分たちの仕事に誇りを持っています。香港国際空港ではバッグがバスケットボールのように扱われました。私の荷物のうち2つが台無しになってしまいました。他の国のことは分かりませんが、仕事が落ち着いていてかつ効率的だ。日本では格安航空会社でも荷物をこんな丁寧に扱ってくれるのか確認してみたい。偶然にもこの動画が Facebook に投稿されたわずか1日後、イギリスの日刊誌デイリーミラーのオンライン版が、ライアンエアーと EasyJet のスタッフが平気でスーツケースをベルトコンベアに放り投げる映像を報じた。このビデオを撮影した乗客は彼が目の当たりにした光景に怒りを覚え、動画を公開したと主張している。彼は投稿の中で次のように語っている。ブリストル空港で手荷物がどうなってるか見てみたいかい？
2017年12月28日に撮影したスイスポートのスタッフが作業中のビデオを見てみて。私は1ヶ月前にクレームを入れたけど、スイスポートからも EasyJet からも全く反応がなかったんだ。もう一つの出来事は窃盗だ。プーケット国際空港で働く2人の空港職員が1月に乗客の持ち物を盗んだとして逮捕された。彼らは昨年10月にジェットスター航空のフライトの乗客の荷物から物を盗む様子がカメラに捉えられた。手荷物スタッフたちは駐機場に止まっていた航空機に荷物を積み込みながら荷物を開けて盗んでいた。同じような事件がローマのフィウミチーノ空港でも起きた。しかし、すべての手荷物スタッフが同じではないようだ。他の空港スタッフは、日本の空港で働いている人たちから何かを学ぶことができるだろう。それでは、この記事を読んだ海外の人たちのコメントをご紹介します。アナ、グッジョブ。日本人は、自分の仕事に誇りを持っている。職種や給料の高に関わらず、自分の仕事に敬意を持って働く。世界は、もっと日本人を見習った方がいいのではないだろうか。そうだね。日本人は、ゴミ収集であってもプロ精神を持っている。見習ってほしい。彼らは丁寧なだけでなく、効率的に動いている。私はそこに敬服するよ。まるで自分の荷物のように扱っているね。給料はどれくらいなんだろう。他の国より多いのかな？シンガポールやマレーシアでは、絶対に見られない光景だ。これらの国の作業員は、乗客の荷物を開けたり盗んだりして、やりたい放題だから。これこそが日本人なんだ。彼らは、誰も見ていない時でも、自分の役割に誇りを持って働いている。日本へ行った時、私は、スーツケースを何も保護しないで預けたのに、そのままの状態で戻ってきたの。こういうことは、アナだけでなく、日本の他の航空会社でも同じだったわ。でも、シンガポール航空では、荷物を布で覆っていたのに、傷やへこみができて帰ってきた。航空会社も空港も、荷物を手荒く扱ったことを認めつつも、免責条項に書いてあると言って謝罪もせず、責任は追いかねると言ってきた。日本とシンガポール、どちらが責任ある航空会社か、誰にでもわかることだわ。そして、運賃の高さと優れたサービスは、必ずしも比例しないってことを学んだわ。日本の会社は、顧客に敬意を払う。そして、そこで働く人たちは、会社の方針を尊重して行動する。顧客の荷物を大切に扱うなんてのは本来当然なことだけど、世界にはそれができない会社があまりにも多い。このビデオには、なぜ人々が日本という国を尊敬の目で見ているのか、その理由が現れている。インドネシアの空港なんて、荷物を開けて物を盗むなんてのは当たり前で、もし金目の物が入っていなかったら、スーツケースやバッグをぶっ壊すからね。日本人とそれ以外の国の人との違いは、仕事に対する姿勢だ。彼らは幼い頃から、何をするにもベストを尽くすべきだと教えられているのだろう。どこの空港でも、ベルトコンベアで流れてくる荷物は、無造作に置かれているだけで規則性はない。だが日本では、すべての荷物が乗客が取りやすい方向に向きが揃えられた状態で流れてくる。こういったところにも、日本人の仕事の誠実さが現れている。成田空港では、
荷物が出てくるところの金属のヘリに荷物がぶつからないようにスタッフが押さえてくれる。他の国の空港では金属のヘリにガンガンぶつかるのが当たり前なのに。何も知らずにこのビデオを見始めた時は、どうせまた空港のスタッフが荷物を放り投げたり中から物を盗んだりする映像だろうと思っていたが、日本は違った。旅好きには安心できる国だ。インドの空港では地上スタッフがポンポン荷物を放り投げるから毎回傷がつく。割れ物注意のラベルとか貼ってあっても全く気にしてないからね。彼らは中央の人が指を指しながら何かを言っているのを私は見逃さなかった。あれ、シサコショウってやつだよね。私は自国で手荷物スタッフがハンマー投げのように乗客の荷物を投げるのを見たことがある。横着なアメリカ人よ、少しは日本人を見習ってくれ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたら、とっても嬉しいです。また、今回の話題についてご意見がありましたら、お気軽にコメントをお願いします。興味深い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。